ギターのフレットについて多くの方が認識違いしていることを解説してみたいと思います。で、最近はですね、ギターも、割とこう個人間で売買する機会が増えてきたと思います。実際私もですね、個人の方からよくギターを買うことありますけれども、でその際ですね、これはまあ、個人とかショップ関係なくなんですけれども、まあ、説明欄のところにですね、よくフレット残りだいたい7割ぐらい残っています、6割から7割残っています、あとは8分山残っていますとかですね、そういった表現で、説明されていることが非常に多いです。で、今回多くの方が認識違いされているんじゃないかなと、思われるところはその、フレットの残りですね、フレットの山がどれぐらい残っているのかということを、表したその表現方法ですね、これをかなりの方が認識違いされていると思いますので、これをですね、実際に分かりやすく解説してみたいと思います。で、今持っていますこのサーのテレキャスターなんですが、これに打たれているフレットはですね、ジムダンロップの6105という、まあ、今ナロートールとか言われている、種類のフレットだと思うんですけれども、メーカーでですね、実際、新品の状態でのその6105のフレットの背の高さ確認してみると約 1.4 ミリあるっていう風に書かれてます。で、例えばこのギターの場合ですね、まあ元が新品の状態で 1.4 ミリ背の高さが、フレットの背の高さがあるということですので、例えばユーズドとしてですね、このギターが売りに出された場合にショップなんかの説明欄のところですね、フレットは6割残っていますっていう風に書かれていたとしますね。で、その時にですね、大体その説明を見た時に私が受ける印象はですね、まあ6割とか7割ぐらいだったら、まあ、最悪すり合わせをしてやればですね、しばらくはそのまま使えるかなというような、印象を受けます。でも実際ですね、例えば 1.4 ミリが新品の状態として、6割残っていると書かれてたとしますね。で、6割ということは 0.6 かければいいということですので、実際 1.4 かける、0.6 ってしますと 0.84 ミリっていう数字が出てくるんですね。で、新品の状態で 1.4 ミリで6割残っているということで 0.84 ミリっていうふうになりますが、これ1ミリを大きく下回ってますよね。ということはですね、本当に 0.84 ミリしか残っていない場合はですね、実際そのギターが届いて弾いてみると、おそらく私の場合でしたら、うわ、これはもうフレット減りすぎだろうと。で、残り6割っていう説明は、これはおかしいんじゃないかなっていうふうに思ってしまうと思います。で、実際弾いていても、あ、これはちょっと低すぎるな、もうリフレットしたいなっていうような。感想を持つと思うんですけれども、でも実際はですね、これ 0.84 ミリであっても、6分山とか6割山が残っていますっていう説明は全くですね、嘘をついているわけでもなくて正確な数字なんですね。だからここがですね、非常に注意していただきたい点です。ですから、実際にですね、やはり、楽器を試奏できなかったり実物見れなかったりチェックできない場合ですね、この場合はやはりですね、ショップとか、出品されている、その出品者の方にですね、最低でも一番減っているところの、フレットの、アップの画像を見せてくださいというふうには私の場合はお願いしますね。これはもうショップ個人関係なく、まあ現物が見れない場合はそういうふうにで、まあ先ほどの例でですね、まあ新品の状態が 1.4 ミリで、
で、まあ減った、一番減ってるところが 0.84 ミリしか残ってないってなってもですね、全体的に均一に 0.84 ミリでこう、しっかりすり合わせがされてる場合はですね、引きづらいってことはないと思うんですけれども、まあ、すり合わせがされてなくてですね、ローポジションはきっちり 1.4 ミリ近く残っているのに、5フレットとか8フレットあたりだけが 0.84 ミリぐらいになっていると。もうそういったギターになると、もう確実にですね、弾いていても、違和感を感じますので、ですからこの、フレットの山の残りのこの表現の仕方ですね、これだけはですね、ショップであっても個人であっても、買う側の場合は非常に注意したい点ですね。まあ、買う側の場合だけでもなくて、ご自身がこう売られる場合もですね、そのあたりはですね、実測で6割ぐらいは残っていますとか、山も実測では8割ぐらい残っていますとか、そういうふうに書くと非常に親切かなと思いますね。このあたりはどちらの立場であっても十分気を使って説明文を書く必要があるんじゃないかなと思います。やはりこのあたりはですね、特に売る側の場合はいい加減に説明を書いてしまうと、もちろんトラブルにもつながりますので、十分注意してですね、お互いがこう気持ちよく取引できるように努力したいところです。以上で今回の動画を終了いたします。今回の動画なかなか良かったよと思っていただけた方は、チャンネル登録高評価お願いいたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。